時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふう、マンチとは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、めっちゃネギです。わさビーフでおなじみの山吉製菓から期間限定ポテトチップスとして発売されているのがこちら、めっちゃネギです。パッケージもそのままシンプル。じゃがいもとネギのイラストとともにネギのような緑色と白で、めっちゃネギですポテトチップスと分かりやすく書かれています。これまでにネギタン塩味、辛ネギ味などネギの風味を再現するのが得意な山吉製菓がよりネギの味わいにこだわり、ネギ油をかけてネギの美味しい味わいを再現、強いネギ感が癖になるとのことです。では今日のおやつ、山吉製菓のポテトチップス、めっちゃネギです。いただきます。これさっきスッっていうの合ってたのかな。でも、まあ、何でもいいですね。開けていきましょう。ごめんなさい、びっくりさせちゃいました。うわうわ。ではいただきます。あのネギのあれですよ、八百屋とか、あの普通にスーパーとかでネギを買って、あのちょっと透明な袋に入れるじゃないですか。あれの匂いがする、ずっとこびりついてるじゃないですか、ネギを買った時ってその匂いがする。ではいただきます。あのめっちゃネギです。いやもうそれしかないですよ、もう感想これ。いやもうすごいネギどころじゃなくて、もうなんか世界一周するぐらいのネギです。よくわかんないけど、なんかもう多分ネギ本人がこのお菓子に出会ったら多分自分でもびっくりすると思う。なんか自分のアイデンティティを疑い始めるぐらい、え、俺ってこんな味なのみたいな、自問自答しだすと思います。なんなんだろうこれは。あのポテトチップスを食べたのか、なんかネギ100本口に入れたのか、よく分かんなくなってきました。でもこれと一緒にラーメン食べると合うかもしれません。もはやよく分かんない。それいいですか。でも絶対これみんなに食べてほしいです。なんか話題としてね、面白いと思いますよ。マンスタイム、今日は山吉製菓のポテトチップスめっちゃネギです、いただきました。またこの動画は ZIP FM の YouTube チャンネルにアップしますので、ぜひご覧ください。 ZIP FM 77.8